はい、こんにちは。元オリンピック日本代表の森高です。本日もアスリートプロジェクト森高塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日はバタフライの3点を合わせる方法についてご紹介させていただきます。この3点を合わせるところは、以前2点を合わせるという手の入水とキックのところを合わせるというところをやっていきましたけども、その応用だと思ってください。もうそこがもう皆さんしっかりと練習できているというところで、今度3点になっていきます。で、ここの3点というのは、この手が入水キックする2点に対して、あと1つ、この手が入った時に腰をグッと上げるというよりも、ここのお腹のところをグッとこう、まあ下げるような、下から上に上げられるようなイメージでグッとこうやります。まあ、立ってやるとこう少し下がってるようなイメージになると思うんですけども、下からグッと上げてあげる。僕もよくレッスンで、手が入った後キック蹴ったところのタイミングに合わせて下からグッと上げるようなね、補助をしたりするんですけども、結構これお尻を上げようとすると、手が入ってキックを蹴った時に少しタイミングが崩れにくくなるので、必ず下のところから押されてるイメージで泳いであげるとスムーズに泳げると思いますので、ぜひやってみてください。はい、どうだったでしょうか。この森塾のアドバイスを一つ一つですね、丁寧に、見てもらって、そして試していくっていうところをぜひやってみてください。そして今すごくですね、この森塾にコメントの部分っていうのを、いただいてるんですけども、やっぱりこう文章だとどう答えていいかわからない部分っていうところも多々あったりするんですね。なので、今後ですね、動画配信の部分のコメントだけではなくて、ライブ配信もできるだけもうその場でやり取りをするという形のことをですね、今考えていますので、その時はぜひ皆さんですね、参加していただいて、こうもうダイレクトに質問そして答えていくっていう形ができたら、もっと早い段階でこの質問の部分を返すことができますので、その時は絶対参加してください。はい、その時はまたお答えしていきますね。よろしくお願いします。